伊勢鉄道伊勢線。伊勢線は、三重県四日市市の河原田駅から、三重県津市の津駅に至る伊勢鉄道の鉄道路線である。従来、名古屋、四日市方面と南紀、大瀬、新宮、伊勢島、伊勢市、鳥羽方面間を行き来するためには、四日市市から津市の間で、伊勢湾沿岸から外れで、関西本線、紀勢本線の結節点である。 亀山駅を経由しなければならない上に、同駅で列車の方向転換が必要とされており、所要時間の面で障害となっていた。このため、関西本線の南四日市駅と紀勢本線の津駅の間を方向転換せずに短距離で結ぶ、短絡線として、日本鉄道建設公団、鉄拳公団により主要幹線、C 線として1965年11月から建設され、 1973年9月1日に日本国有鉄道を国鉄伊勢線として開業した。また、1962年昭和37年には中南西地区に伊勢線から分岐する臨港鉄道としての南伊勢線が予定線に指定された。しかし、伊勢線沿線の工業開発計画は四日市全速に橋を発して猛反対にあい、 第一次オイルショックもあって、やがて頓挫してしまい、南伊勢線の建設も凍結されてしまった。このことから、伊勢線の開業時には1日に特急、黒潮1往復、急行、奇州、いずれも特急、南紀の前身3往復、普通7往復しか運転されなかった上、伊勢線を経由する貨物列車は運転されず、関西線名古屋、 四日市方面と紀勢線追南方面間を往復する貨物列車は亀山経由で運転され続けた。並行している近畿日本鉄道近鉄名古屋線では伊勢線開業当時は1日あたり特急44往復、急行34往復、準急9往復、普通62往復運転され、同社には鈴鹿線もあるため伊勢線は全くと言って良いほど利用されなかった。 そのため、この路線単独での利用者数は伸び悩み、開業10年後の1983年、昭和58年には、営業係数が646という、超赤字路線となった上に、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法にバス転換が妥当とされた、輸送密度4000人、日未満を下回った、1981年、 昭和56年度当時1495人にちため第二次特定地方交通線に選定された。本路線は従来の市街地を外れた場所を走行していた区間が多かったため、利用者からの廃止反対運動は盛り上がらず、行政側が中心となって陳情運動を行うこととなり、1986年に第三セクター鉄道への転換が決定すると、 翌1987年3月27日に伊勢鉄道の路線となった。伊勢鉄道へのいい時に起点を河原田駅に変更し、現在も特急、南紀や快速、三重が東路線を通名古屋と飛ば、新宮方面の間に運転されている。なお、野沢正彦は、種村直樹の編集した著書、国鉄、JR 鉄道配線カタログ、新人物往来者。 1996年にいて、このような正確の路線を、線名、区間だけを基準にして、機械的に特定地方交通線に指したことは、利用者をバカにしている。JR 東海も、自社路線として買収せず、伊勢鉄道に車両などの無駄な投資をさせていることは、行政ともども許せないと指摘している。また鉄道評論家、鉄道アナリスト、川島慶三は、 伊勢線の営業成績が悪かった理由は、伊勢鉄道に継承された時点で、普通の運転本数は1日7往復のまま、優等列車も南紀1日4往復のままという国鉄の消極的経営の結果であり、名古屋と南紀、伊勢島方面の短絡線として、積極経営すれば国鉄の重要路線となったはずだ。当時の国鉄の経営姿勢、 および本路線を機械的に特定地方交通線に指定して第三セクターに転換したことには疑問の声が大きかったと述べている。2014年平成26年度の輸送密度は約3707人日である1986年度からの毎年度の輸送密度は利用状況の節を参照。建設当初から全線にわたって 複線分の用地が確保され、将来の電化に備えて河川柱用の用地、または河川柱の基礎があり、ほとんどが高価になっているなど幹線級の設備を持っている。津駅北方には、既成本線亀山方面への線路を乗り越える、将来の四日市方面への線路用となる、立体交差用の橋梁も仮設済み。踏切は鈴鹿市内、 鈴鹿玉垣間に一箇所存在するのみである。東海旅客鉄道、JR 東海の名古屋駅新宮駅、金ーカツー駅間の特急、南紀や名古屋駅伊勢市駅、戸場駅間の快速、三重が直通運転され、その間に自社車両、伊勢杉型による四日市駅、河田駅津駅間の普通列車が1時間あたり1本、程度運行されている。ただし、 河原田駅を始発、終着にする列車は平日朝の1往復のみである。夜間対白を行うための玉垣駅発着の列車も朝晩に運行されている。また、沿線にある鈴鹿サーキットでのレース開催時には名古屋方面から臨時列車が運転される、後日。中瀬湖駅には快速、三重が数本停車していたが、 2015年6月20日現在は、上り3本のみの停車である。伊勢鉄道線内において、特急、南紀や快速、三重の乗務員交代は行われず、JR 東海の運転士、車掌によりそのまま伊勢鉄道線内を運行する。逆に、自社車両が JR 線である四日市駅、河原田駅間に乗り入れる場合も乗務員交代が行われず、 伊勢鉄道の運転士により JR 線を運行する。普通列車はすべて1両編成であり、ワンマン運転を実施している。自社車両の保有数が4両と少ないこともあり、2両編成以上になることは基本的にない。なお、三重県内の JR 線で運用される、名古屋車両区のキハ11系、キハ25系の検査、修理等に伴う改装列車は、 亀山経由ではなく他車線にあたる本路線経由にて自走で運転されている。回送列車でも乗務員交代は行わない。伊勢鉄道線を経由する特急、南紀や快速、三重、回送列車などでは JR 東海へ車両使用料を支払っている。伊勢鉄道が第一子鉄道事業者であるため特急、南紀や快速、三重への線路使用料は発生しない。 現在廃止された貨物列車では第二種鉄道事業者である JR 貨物から線路使用料を受け取っていた。かつては日本貨物鉄道 JR 貨物の第二種鉄道事業線であり大変滝工場から変圧器を輸送するため帰省本線滝駅からの特大貨物列車が臨時で運転されていた。 規制本線亀山駅下唱駅間のトンネル断面が小さく大物車である国鉄式800経過車が通れないため特大貨物列車は以前から伊勢線経由である大変が伊勢鉄道に出資しているのもこの理由よる。2013年3月15日までは稲沢駅と規制本線宇土の駅を結ぶ高速貨物列車が1日1を往復設定されていた。この列車は 以前亀山経由で運転されていたが2008年3月15日のダイヤ改正で伊勢線経由に変更され亀山経由時代は同駅なんで JR 東海の運転士が運転を担当していた鈴鹿サーキット稲尾駅をもよりとする鈴鹿サーキットでは1987年から2006年までの毎年と2009年以降 FIA 国際自動車連盟主催会一世界選手権日本グランプリが開催されている2007年と208年は富士スピードウェイで開催。開催当日は多くの観客が伊勢鉄道を利用するため特別ダイヤが組まれる。開催日には伊勢鉄道の定期普通列車は伊勢3型に両編成となり車掌が乗務するツーマン運転になる。 ワンマン用のホーム確認ミラーは2両停車位置にないため、特急、南紀や快速、三重の大半が、鈴鹿サーキット、稲尾駅に臨時停車するほか、JR 東海から車両、名古屋車両区のキハ85系や、キハ75系、キハ25系のほか、キハ85系以外は、三ノ・オ田タ車両区の車両も応援に入ることがあるを、 着用するなどして輸送力確保に努めているが、通常時との輸送量との差が大きいことや、鈴鹿サーキット、稲尾駅には渡り線など乗り返し設備が存在しないため、再混雑時には、鈴鹿サーキット、稲尾駅に長蛇の列ができる。これにより乗降にも時間がかかり、開催日などは朝から10分程度の遅延が毎年恒例のように起きている。快速、三重は、 全車自由席になる。キハ75系の車内表示は、快速、三重の臨時停車に対応しており、走行中は、次は、鈴鹿サーキット稲尾、停車時は、鈴鹿サーキット稲尾と、どちらもスクロールで表示される。なお、臨時列車が出るのは、海一日本グランプリ開催時のみであり、スーパーフォーミュラや鈴鹿10時間レース、鈴鹿8体など多カテゴリーのレースに関しては、 特急、南紀、快速、三重の臨時停車もしくは増結がある程度で、その他は通常運行となる。なお、国鉄時代には、河原田間において、関西本線、紀勢本線、亀山経由との間に、経路特定区間が設定されていた。2019年3月に、河原田駅で IC カードとかの取り扱いが開始されたが、伊勢鉄道線では、 伊勢駅を含めた前線で利用できない、四日市駅、河原田駅は、関西本線であるためこの区間のみの利用であれ、伊勢鉄道線直通の列車でも利用できる。伊勢線の輸送実績を可表に記す。輸送量は、国鉄からの移管後に飛躍的に増加し、最近では、快速三重の運行開始、増結、割引回数券発売開始の影響による利用増もあって、 過去最高を記録していい。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、1987年度、昭和62年度以降の最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報及び、数字で見る鉄道。 国土交通省鉄道局監修より抜粋。伊勢線の収入実績を可評に記す。収入総合計画は国鉄移管後に飛躍的に増加した。最近では多少の増減はあるものの大きくは変化していない。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、1987年度。 昭和62年度以降の最高値最高値を赤色で最高値を記録した年度以降の最低値を青色で最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修伊勢鉄道 HP より抜粋。伊勢線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は 粘土での値。標中、最低値を青色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修、伊勢鉄道 HP より抜粋。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。